さあ、本日はこちらの3名の方とともに会場を盛り上げてまいります。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。本大会の優勝者そして準優勝者は来月7日12月7日に新横浜プリンスで開催されますルーツジャパンカップファイナル2019の出場権が与えられます。それでは出場選手の方々に入場していただきます。私のお隣から、今井選手そして、ファリア選手スカイブルー選手 GSN 選手菅原選手そして藤尾選手野島選手そして予選トップ52秒台唯一の52秒台宮園選手でした。この8名によって決勝争われます。はい、はい、決勝のレギュレーションです、はい、コースが鈴鹿サーキット、うん、周回数が10周スタート方式が予選の順でグリッドスタートとなります、はい、スリップストリーム強いそしてタイヤの摩耗が10倍ですね燃料の消耗3倍そしてカテゴリーグループ3から選択します。タイヤがレーシングハードとなっていますけれどもさあいよいよ決勝が火蓋が切って落とされます。くるくるさあ決勝今スタートルーツアンビシャスカップ。ちょっと出遅れたね。宮園選手が先頭です。最初のコーナー行けばですけどね、うん、ただ、まあ、宮園選手です。そうですね、宮園選手がもうなりふり構わず今行ってるので。そうだね。いや逆にこれだけなりふり構わず行かれるとちょっと前はやだよね。そうですね、ただ今2番手の今井選手に後ろ MG3 台がこうちょっと詰まってるような感じなので。あ、内側から来た宮園選手が来た AMG の3ライドさあ上位2名が本大会に出場することができます。いやいやいや、そうなんです。ある意味菅原選手まずは2位までというところでしょうかね、うん、しなければこのままいけるので、うん、今この2番手争いが熾烈ですね、きつくなってきましたね。3位の藤尾選手の後ろにピタッとつけています宮園選手です。先頭が菅原選手、2位が今井選手、3位が藤尾選手、そして4位が宮園選手。すごいな。先頭から2位の今井選手にはもう1秒以上差がついてますから2位以降の争いですね。でもね、後ろにね、コルベットがいるんですよ、タイヤ交換をして。なので、ラスト1周ですけど、さっきみたいに3ワイドとかなってちょっとこうごちゃごちゃしてると、ね、少し膨らんだか、うん、あのコルベットは今タイヤ交換した後なんで。そう、ね、さあ、日立オートモーティブシステムズ試験、よく言えました。もう言いたいだけでしょ、それ今さあ、間もなくラスト1周です。もうコルベットはもう全然タイヤ元気なんで思いっきり行くだけです、ね、もうもうスリップもうみんな今嫌がってスリップをとりあえずやられたようにしてるんで、うんね、この一周に全てをかけますね。うわー、あーコルベット大きく外れてしまった。やってもーターすね今のはもういや先頭菅原選手、2位藤尾選手、3位今井選手、4位が宮園選手、映像は宮園選手です。さあ2位まで入りたいところ。タイヤきついっすね、宮園選手、やっぱりね、追い上げてきてるから。菅原選手行ってます。そして今、宮園選手が3位に浮上した。コルベット来たよ。そして4位が今、今井選手。どうだどうだ。全くわからないレース展開です。3位が宮園選手、4位が今井選手、5位が…あー、すごい。そう、今井選手が、ちょっと乱れてしまった。宮園選手はあと1人抜かなければいけません。いや、ちょっとこれわかんねーな。ラスト1周、さあこの曲がりですね。いや内側からここのまっちゃんからがだいぶ熾烈ですね。やっぱ、うんうんうん、トップのポルシェはもう逃げちゃったので、うん、もう本当このシンプルに2番手争い、ね、2番手争いです。先頭菅原選手が行ってます。もう 1.2 秒以上差がついてますね。そして2位が藤尾選手、3位宮園選手、4位が今井選手。そして今抜いていったか、どうだ抜いたか。いやでもね、この後スリップが効くんで、そう、藤尾選手はね、ここで一旦後ろに下がるのはある意味正しいんです。なるほど、宮園選手が2位に浮上しましたが、その後ろにピタッとつけてますね。でコルベット来ましたよ、ほらコルベット来ましたよ。そして藤尾選手がこっからの追い上げというところ。あ、意外とスリップ効かないかな。効かないでしょうか。距離空いてるね。宮園選手のここまでは意地を感じます。あ、そしてここで、あ、コルベット抜きましたね。コルベット抜いた。システムズ試験、お
お3位に上がったコルベット、3位に上がったけど、でもどうだ、さあ今先頭で菅原選手フィニッシュ、そして宮園選手が2位に入ってきました。すごい。 GSN3 位、今井3位、藤尾5位です。いや菅原選手が見事に優勝を飾りました。いやお見事、守りきりました、シンド座。いや序盤からとレース展開冷静に見極めて、で徐々にこうポジション上げていって、で最後のこの3周あたりから本当1個ギアを上げて、で本当に逃げ切っての優勝なので、本当に作戦勝ちですね。いやーお見事だね。すごい、宮園選手が食い込んできました、2位に。やっぱり予選の時の1人だけ52秒台っていう底力は強かったですね。さあそれでは準備が整いました、優勝しました菅原選手、そして宮園選手にお話を伺いたいと思います。今1位で優勝見事飾りましたけれども、お気持ちいかがですか？そうですね、本当に立ち回りがうまくいって、このレースはその10周目が勝負だっていうのが分かってたんで、その最初の9周、最後の9周目まではタイヤをいたわって、あとはずっとその先頭3台ぐらいで回してたんですけど、その間にどれくらいの距離だったらトップだったら守りきれるとか、この距離だったら2位とか3位で待ってた方がいいっていう距離感をずっと測って走ってたんで、そのデータ集めたのが最後うまくいったなと思います。最初の方はもううまくその1位、2位、3番手あたりでうまくそのポジションを回してたんですけど、途中ちょっといろいろあって、はい、一旦6番手まで下がってしまって、その時はもうダメなのかなって思ったんですけど、まあ、なんとか3位まで追い上げてきて、でも最後の週に2位に上がることができて、もう本当にホッとしてます。おめでとうございます。おめでとうございます。